はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。早速よくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。まず早速ですなんですけれども、今、小惑星探査機はやぶさ2を順調に、小惑星に向かって降下中なんですけれども、今現在というか、まあ、30分ほど時間はずれてますけども、まあ、およそ富士山の高さくらいまで、小惑星の、近くに来ているという状況ですね。はい、今こちらNHK の特設サイトで見ることができる、まあ、はやぶさのリアルタイムの姿勢というか距離のライブなんですけれども、まあ、本来、今日の朝からこう降下を始める予定だったんですが、まあ、ちょっと不測の事態が発生したということで、まあ、調整をした上で、今日の午後の1時過ぎですかねから降下が始まって、今現在、富士山のほぼ高さまで、まあ、18時33分の段階では来ているということですね。時間的には30分ズレがあるんですけれども、ほぼ、まあ、リアルタイムでこういった状況を見ることができます。で、まあ、この CG 映像なんですけれども、はやぶさ2がこの姿勢制御するためにこう時々こう、スラスターをこう吹いてるんですけど、それも実際にこの CG に反映されるそうです。はい、で、まあ、じっと見てればこうちゃんとこうスラスターを吹いてるのが見えるかもしれないっていうことですね。それからですね、JAXA の方では今、はやぶさについている広角カメラによって捉えられた画像をこうリアルタイムで、配信しているんですけれども、まあ、この画像が UTC2019 2月21の9時56分、まあ、9時56分というのは世界時なんで、日本標準に直すとそれにプラス9時間ということで、今は18時56分に地上で受信したデータということですね。まあ、まだ大きさ的にはこんな感じで見えてるんですけれども、まあ、徐々にこれはずっとこう大きくなってくるということですね。はい、で、今現在は、現在、まあ、18時42分の段階で3610メートルの高さにいるということですね。まあ、こういったサイトを巡ることで、今のはやぶさの状態が分かるので、まあ、興味ある方はぜひ見てみてください。まあ、それらの URL はこの下の概要欄に貼っておきます。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。